まあ、ほとんど僕もそうなんですけど人間以外演じたの初めてだったんで、それは本当にあの楽しく、やらせていただきましたし、まあ、自分のミッションがあの、まあ、心君をビビらせるっていうのがあったんでどうやったらビビるのか毎日考えて現場に入ってましたけどね。ソルサさん少し心が、大沢さん心痛みませんでした？もう心君がうわーって。なので終わった後なるべくこう笑顔で接してましたけどいやもう最初ね声かけていただいた時に今回はタヌキでって言われたんで、タヌキってよくわからんで、そしたらもう一つバイクに乗るタヌキって言われたんで、もうなんかまあそうなるともうなんか楽しくなってきちゃって、まあ自分でもなんかすごく楽しんで現場できましたけど、ただ確かにやっぱりこう見てわかるんですけど、特殊メイクとかもかなり2時間ぐらい毎日やっていたんで、そういう意味では本当の自分がこう犬神行部になったような気分で現場に入れたんで、すごく楽しかったですよね、うん、役作りでもタヌキですからねまあまあまあそうですね、そうですね、なかなかこうあんまり背景とか考えてもタヌキなんで確かに確かに、ただまあまあ自分の中でこう一生懸命タヌキって何なのかなとか、獣とか動物って何なのかなとか、まあ妖怪って何なのかな、まあ荒俣先生の方全部もう一回読み直したりとか、でそういうことをずっとこうやって現場に行きましたね、はい、なんかこう妖怪ってこう本当にずっとこう一人一人こう掘り下げて考えていくと、全部なんか人間の一部というか人間の持ってる何かなのかなと思っていて、それがこう極端になったのがそれぞれの妖怪なのかな、だからこうみんな妖怪が好きなのは実は自分の中の何かを見つけてるのかなというふうに思ったんですね。それがなんかすごく自分の中でキーワードになったし、でその大きな意味ではこの映画の最初に監督もおっしゃってましたけど、すごく今の時代こんな時代ですけども、なんか逆にそれがだからこそのメッセージがこの映画にすごく込められているんだなということを感じてますけども、いやまあ僕がどうこういうことでもなく、本当にもうよく自分の役みたいなものも分かってて、でまあ監督がこういろいろこう細かいこうお願いをするんだけど、そういうことが なんでこの子はすぐ分かるんだろうっていうぐらいすぐ細かいニュアンスを反応して、でまあもっと怖がってもっと怖がってって監督が言うんですよね。僕どうすんのかなと思ったら最後白目向いてましたからねそれもまあ僕らにはなかなかできない芝居で子供ならではで可愛くてしょうがなくて、はい、すごい素敵な子ですよね最初、まあ、スタジオでこう撮影してたんですけど、はいはい、スタジオで結構、知り合いに会うんですけど、ほぼ全員に無視されてあこれ多分映画見た人誰も分かんないかなと思ってましたけどね演じているのはこの方です。妖怪大戦争ガーディアンズ記者会見にお越しの皆様こんばんは。キツネ面の女を演じているのは私杉咲花です。今日はビデオメッセージで参加させていただきます。そうですね、なんか今回はすごくビジュアルに力を入れている作品で、いろんな妖怪の方々皆さんすごくかっこよかったんですけど、私はこのお面と髪の毛をコーンローに結んでもらって毎日撮影していたのが、準備はすごく大変だったんですけど、ものすごくかっこいい役を演じさせていただけることができて楽しかったですね。寺田心さんとの共演はこのような形でご一緒できるとは思っていなかったので、なんかどんな日々になるのかなって楽しみにしていたら、とってもこうピュアで無邪気な等身大の心くんと毎日楽しい時間を過ごしたり、餃子を一緒に食べに行ったりできたのが楽しかったです。三池監督とのタッグは無限の住人以来の2回目のご一緒で、またご一緒できたこともすごく嬉しかったですし、三池組のすごくプロフェッショナルな職人さんたちが集まった空間での撮影がとっても貴重な時間を過ごせて楽しかったです。幸せでした。寺田心くんがまっすぐにこう進んでいく姿にパワーをもらったり楽しめるところもたくさんあると思うので、ぜひちゃんと見ていただけると嬉しいです。